じゃあ、氷紋の、天ちゃん。氷紋の天ちゃん。今40倍ですね。これ、うんちとあったかい生理食塩水と混ぜただけね。それで100倍。で、もう一つ倍率上げて400倍。あれ時間が経っちゃった。乾いてる。乾いてる。あ、ここで。あ、寄生虫がいそうだな。うわ、いっぱいいる。これですね。見えます？めちゃくちゃ動いてるの。はい、めちゃくちゃいますね。原虫。いるんですよ、これ。あの、表面で結構な確率で。原虫で、あの、すごいな。これも、めちゃくちゃいるね。ここなんて、めちゃくちゃ動いてるもんね。見えないぐらい動いてますよね。原虫というのはね、ジアルジアかトリコモナスです。そうか、ちょっとお薬。苦いのを飲まなあかんね。これはすごいな、ちょっと。ちょっと原虫が少ないとこで。まあ、ここがちょっと少ないけど。で、まあ、それ以外でね。もうちょっとうんちの薄いところ。この辺でちょっと見えると、点ちっちゃい点で動いてる、その場で動いてるのが分かります、はい、これは細菌なんですよ。だけどその場じゃなくて明らかに動いてっちゃうやつは、まあでもこっちの方が分かりやすいよね。普通はこんな感じに見えるんですよ、原虫って。合いますねっつってこの画面を横切るような、はい、だけどこれすごいよね。今これちょっと私もこんな動きをするところめちゃくちゃいるね。これで人にも映りますから、はい、この子たちの、ね、うんち処理したらさ、はい、手洗ってよく消毒してくださいね、はい、ちょっとこの原虫を抑える薬ってね、なかなかバシッと効くのはないんだけど、それも出します。ただそれはね、苦い。あ、じゃあ嫌がりますね。嫌がります。だからそれはそれだけで作りますわ、はい、一緒にしちゃうと他の薬も飲めなくなっちゃうから。そうですね、うん、はい、でびっくりだね、これは。はい、大体この倍率で見えるもんね。さっき400倍で、今100倍だけど。そうですね、そこの。ここのところすごいですよね。ここのところね。で、まあ、それ以外のところでも見えてますもんね。で、40倍。40倍でも、さっと持ってみればわかりますね。で、この倍率で、線虫の卵があれば見えます。線虫の卵はこの倍率で、目玉みたいな感じで、楕円形で中に目ん玉みたいなのがあるのが、線虫の卵なんですけど。うん。まあでも、このうんちでは見えてこないんですけど、100% いないとは言い切れません。それはそれでまたちょっと虫暮らしが違うんですけどね。それからあとは、便の未消化。そんなにうんちがないか。こう黒いところがちょっと未消化反応があるところですね。この真っ黒のやつね。でもまあ茶色いところは未消化ではないですね。ところどころ少しだけ未消化反応があります。うん、これは脂肪の未消化反応。これは赤くなります。だから赤いのはないから、これはまあ脂肪の未消化はないんだけど、ただちょっと怖いぐらいだね、本当にこれ。原虫が増えるとやっぱり体力が落ちる。そういうこと。おっしゃる通り。日和未感染的なのがあってさ、体力落ちてくると増えるとかさ、そういう可能性はあります。だから体重が維持できないようだったら点滴したりとかね。栄養補助したりとかね、しなきゃいけないかもしれないです。わかりました。はい、じゃあ医療を止めてください。